町田山崎団地町田山崎団地町田山崎団地と給水湯町田山崎団地は東京都町田市山崎町にある都市再生機構の住宅団地1968年から1969年にかけて旧日本住宅公団が公団住宅の大量供給機に建設した集合住宅の一つで町田市の代表的なマンモス団地である 団地内のバスターミナルである山崎団地センターを挟んで反対側に位置する町田基礎住宅や東側に少し離れた UR 等の大団地と同時期に建設された。倉庫数は3920戸で現在は全棟が賃貸住宅である。南に隣接する町田基礎住宅等と共にニュータウンを形成する。地形上は 多摩丘陵と相模屋大地の境界付近にあたり、起伏あるが、富士の大団地に比べれば少ない。最盛期には1万人を超える人口を要したが、少子高齢化などの影響で、人口は約6000人で、年々減少傾向にある。サンヒルズ、町田山崎建て替え前の山崎団地一外区配地図2007年10月には、団地造成時から長年整備が行われなかった。 都市計画道路町田3.336号線が開通した。2009年秋には山崎一丁目にあたる旧市街区で建て替え組合による自主建て替えが行われ、建て替え後はサンヒルズ町田山崎という名称になっている。建て替え前は9棟あった建物が建て替えによる高層化で3棟になり、余った土地は町田市及び不動産業者へ売却され、 戸建て住宅用地などに転用された。2013年には日本国内の住宅団地で初めてヤギによる除草の実証実験を団地内の都市計画道路用地で行い、その様子がマスメディアにも取り上げられた。その後、周辺住民へのアンケートや実証実験の結果を踏まえ安全性、コスト面等で実用性があることから2014年から2017年まで 同じ場所で毎年秋にかけて行われるようになり、他の住宅団地にも拡大した。2014年4月には、小外区の町田市立、山崎保育園が老朽化に伴い、サンヒルズ、町田山崎の隣接地にあった旧町田市立ただお台、五小学校跡地の一部に保育園を新築移転した。その後、山崎保育園の救園者には改修後、2015年4月に、 カナリア保育園が開園した。2019年には、2階区の昭和幼稚園が、老朽化に伴い、現地建て替えを行った。団地一丁通りと町田3.336号、相原鶴馬線主要な道路としては、南の町田基礎住宅との間に、団地一丁通りがあり、近隣の富士の大団地、境川団地と結ぶ。南西部には新町田街道が通る。山崎団地。 センターバス停、山崎団地センターと町田駅を結ぶ連接バス、ツインライナー鉄道駅からは遠いため、公共交通機関は、神奈川中央交通が運行している路線バスである。商店街、山崎団地名店街に面して一致する山崎団地センター泊まりの便と、団地を取り囲むように進んだ先の山崎団地バス停が終点の便とがある。町田バスセンターからは、 連接バスによる急行バス、ツインライナーが帰宅時間帯を中心に頻繁に運行されている。また、横浜線小淵駅からも路線バス便がある。団地からの距離では古淵駅が近いが、バスの本数は町田駅に接続する町田バスセンター発着便の方が多い。町田バスセンターから古淵駅から山崎団地名店街で営業していたサンテオレ、町田山崎店。 ありがとうございます。